駅に向かいます。海の上を渡る橋ってなんか気持ちいいっすよね。ここもね一瞬そうなんですよね。厳密に言えば湖なのかもしれないですけど、はい、JR が今右側から走ってきました。弁天島駅を出発し、ガタンゴトン、ガタンゴトン、かっこいいっすな、オレンジで。次の駅は書いてないな。新井町だ、新井町、新井町駅に、新井町もねニュースとかではよく聞いたりしますけど、あんまり馴染みがないというか、行ったことがないですね。もしかしたら、お、新幹線通った。はい、来ました。あれ、全然信号変わんないんだけど、大丈夫かな？あ、二輪車用がありました。はい、新井町駅に向かいます。暑っ。はい、浜名湖橋と鳥居です。ここからね5分ぐらい、弁天島駅から5分ですね、車でざっくりそのまま行ってれば。また電車が来ました。オレンジ電車、トリシティ。キャンプ専門店キャンプル、知らなかったな、こんなんがあって。はい、はい、また浜名湖の上を走ります。いやー今日は浜名湖青々して綺麗っすな。こっちは青、そこは緑って感じか。釣り船東京や。
なんで東京なんですかね。あれかな、この道もね通ったことないかな。なんだこのバイパスみたいな。ただ越えるだけか。はい、そろそろ到着しますよ。300m 先、これ300m もないな。あったあった、あ、なんかここ来たことあるような、ないようなかな。はい、荒井町駅に到着しました。こんな感じですかね。